超高い声、皆さん大好きな超高い声ありますよね。あれだけ真似しても 99% できないです。この番組はクロスポンサーでしょうな。お送りします。よし、ダラダラやろう。今日はダラダラやります。皆さんどうも、こんにちは、マイスクリーム講師のデスノーリー様でございます。爽やかな朝ですね。昼14時なんですけどね。ちょっとね、久々なのもあってちょっとご報告っていうかね、ちょっと宣伝をさせていただきたいんですけども、じゃあまず1個目なんですけど、ボンボン TV とかで有名なエッチャンさんねとこの間コラボレーションさせていただいたんですよ。楽曲でね、エッチャンちょいちょいね曲出してらっしゃるんですけど、その中で僕がこうギャッてこうデスボイスとかシャウトとかね、やってるっていうのをこの間やらせていただいて、めっちゃざっくりなやらせていただいて、でなんとね、その曲の作曲者さんが夕闇いざないし漆黒のエンジェルよし噛まずに言えた、っていうねバンド兼バンドマンが YouTuber やってるっていうね、チャンネルがあるんですけれども、僕超大好きで毎朝見てるんですけど、そこのベーシストのともやさんっていう方が、なんですよ、作曲者がね、僕の大好きなね、このお二人とね、コラボレーションさせていただいたんで、概要欄とかに多分、楽曲の URL 載せておきますんで、ぜひまだね、これご存知なかった方ね、ぜひチェックよろしくお願いします。めちゃくちゃかっこいいんで、普通に、めっちゃかっこいいんで、ぜひ聴いてください。っていうのが1個目。で、もう一個なんですけど、ドン！これね、これ、T シャツを作ってしまいました。まあ、ほら、もうちょっとでこう、夏が来るじゃないですか。でももうすでに、ちょっと暑いじゃん。一昨年かな？もう T シャツ作ったんですけど、今年もなんか作りたいなと思って作りました。ので、これも概要欄にね、貼っときますんで、ぜひ、ちょっとね、いっぱい作っちゃったんですよ。間違えて。バカだから、いっぱい作っちゃったんで、ぜひ、心優しい方、ぜひご購入いただけると僕はね、すごく嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、まあタイトルにもあると思うんですけれども、まあ超高い声、皆さん大好きな超高い声ありますよね。皆さん高い声出したいでしょ？僕も出したいよ。出したいと思って頑張ってきたんですけど、その中でもですね、もう飛び抜けて、高い声と言われている、まあ、スーパーヘッドボイスとか、ホイッスルボイス、僕の超得意なって言うとハードル上がるけど、まあ、得意とするジャンルの声があるわけなんですけども、今日はそれに関してのお話ですね。まあ、ヘッドボイスとかさ、ミックスボイスって皆さん結構聞き覚えとかね、耳慣れしてると思うんですけど、スーパーヘッドボイスとかホイッスルってまだまだね、浸透してないかなと思っていて、じゃあそのヘッドボイスとか、スーパーヘッドボイスってどう違うのか。どういう風な出し方なのかみたいなところに関して今日お話しできればいいかなと思っておりますので、この動画ね、今日最後までご覧いただくと、その辺の知識の整理とか、あ、これこういうことだったんだみたいな感じで繋がる人も多いかなと思うので、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。このチャンネルではこんな感じで日々発声関係のお話とか音楽関係のお話とか動画を上げておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、というわけで、恒例、先日こんなツイートをしましたタイムです。ドン！これでーす。あ、ツイッターの ID この辺に多分あるので、フォローしてない方フォローしてほしいんですけれどもね。ちょっと読み上げてみますと、ヘッドボイス VS スーパーヘッドボイス、HiHiC、C6 ですね。C6 で比較しましたと。最初の一発がヘッド、ちょい辛い、実際苦しい、正欲しい、やかましいですね、この辺ね。2発目が SHV、スーパーヘッドボイスですね。略して SHV ですね。めちゃ楽。音色が軽やかで、もっと上まで出せそうと感じさせる。はい。これ、どうやってこれ以上上げるん？音域のことですね。みたいな予感のする音色は、もうそれ以上伸びないですよ。っていう絵文字を入れておりますけれどもね。で、これ動画はね、実際 Twitter 行って飛んでみて、チェックしていただければと思うんですけど、出し分けをしてる動画が、貼ってあります。って感じです。これをちょっと深掘りできたらなぁなんて思ってます。まずじゃあ早速なんですけど、それぞれの音をね、実際に出しながら、それぞれの特徴だったりとか、体感だったりとかをお話ししていければいいかなと思います。で、今回もね、まぁ、C の6番でやっていこうかなって思います。まぁ、それ以上高くてもまぁいいんですけど、まぁね、いいじゃん、C6 で。ね。ちょっとやってみますよ。高っ！え？びっくりした！ C6 高いね。C6、ここまずはヘッドでね、じゃあまず出していこうかなと。びっくりした、お前高いな、お前。ちょっとね、いい加減にしてほしい高さなんですけど、ちょっとじゃあまずヘッドで出しまーす。取れてたかな？ちょっとフラットしてる？ちょっとフラットしてたかな？ちょっとフラットしてたらごめんなさい。許してほしいんですけれども。まあ、こんな感じですね。まあ、
ちょっと太いよね。ちょっとオペラ感あるというか、厚みが割と残ってるかなって思います。まあ、ここまで来ると結構鋭くなっちゃうっていうか、細くなっちゃうんですけど、まあ、それでもまだ昔の名残があんな、お前、みたいな。変わってねえなっていうところはまあありつつみたいな感じですよね。こう割と膨張感のある、もこっとした、もこっとしたね、感じっていうのが特徴、音としての特徴になるかな、なんて思います。まあこれがヘッドかなって感じ。で、じゃあ次スーパーヘッド。うわまあこんな感じ。まあこれがいわゆるスーパーヘッドボイスとか呼ばれる声で、僕の動画では何度か説明してるんですけど、地声が入ってないっていう状態の、まあ僕が思うにね、地声が入ってないという状態の超純粋なファルセットなわけですね。だからこそこう上まで上がれるみたいな、感じなんですけれども、ちょっとこうキンキンしますよね。キンキンするような音になります。地声は入ってないんですよ。入ってないんですけど芯がちょっとあるみたいな雰囲気は感じますね。ヘッドと比べると太いけど薄いみたいな、芯あるけど芯ないみたいなね。遊戯王で言うと見えるけど見えないものみたいな、はいまあそういうなり方をしてるんですよね。でなんかこのおまだこいつ伸びを感じさせるな、みたいな。もっとこう、上行けそうな雰囲気みたいな、そういう印象を受けません？で、まあ、その印象の通り、これ以上普通に出るし、ホイッスルとね、自動的にこう、繋がるような感じにはなるんですよね。みたいな。こういう感じでこう、今のは、D、A、D みたいな感じで、ちょっとやってみたりとかしたんですけど、まあ、ホイッスルとこう、綺麗に繋がるわけですね。で、まあ、それぞれのね、体感についてちょっとここからはお話ししようと思うんですけど、まずはね、ヘッドに関しては、まあ、ちょっとですよ。苦しい。ちょっと苦しいですね。さっきツイッターでも書いたんですけど、ツイッターのとこでも、申し上げたんですけど、ちょっと苦しいんですよね。さすがに C6 まで来ちゃうとね、ここまで来たかっていう感じになるんで、多少苦しいです。まあ、苦しいっていうのは具体的に、その、息がちょっと通らない感じとか、まあなんだろう、こう、ちょっと締まる感じが、体感としては感じるというか、そういう感じになってきます。あとは、こう、鳴らす場所で言うと、後頭部側ですね。こっち側、僕、これも動画で何回か言ってますけど、後ろに引っ張る感が結構あります。てか、僕はそれ以外だと、なかなか安定して出せないかな。引っ張る感がどうしてもないと、難しいかなっていう感じですね。で、まあ、苦しさもあるんですけど、あんまりそのなんでしょうね。普通の発声の範疇ではあるので、切り替えがあんまりいらないというか、頭であんまり考えなくてもいいので、でも出せるので、割と小回りが効きやすくて、それはそれでいいんじゃないかなって思います。SHV に関しては、喉はもうね、なんもないんすよ。なんもないの。もう、あれ？みたいな。喉消えたかな？みたいな感じになっちゃうんですけど、もう、ツルツルツルって感じ。流しそうめん。マジで。もう、そういう季節かなみたいな。夏来たなっていう感じになっちゃう。感じの体感がすごいあります。ただね、喉は楽なんですけども、呼吸量は結構なもんですよ。うるさいから。こじんまりはしてない。めちゃくちゃもう、ダイナマイトバディなので、ちょっと体力が使いますね。必殺技みたいな感じだと思ってもらえばいいと思います。で、まあ、デメリットってことはデメリットではないんですけど、結構ね、普通の発声とは違うんですね。もうレールがもう違うというか、普通のヘッド連中にはいない発声なので、切り替える、頭でちょっと考えないといけないから、そういう意味では小回り的には、ね、ヘッドの方が効くんですよね。切り替えるときはちょっと切り替えるぜっていう、気持ちがちょっと必要になってきます。で、まあ今も言ったんですけど、その、普通のね、ヘッドの延長にはないんですよ。ないくて、もう全然違うの。辻ちゃんとカゴちゃんぐらい違うからね。似てるけど、全然違う人なんだよ。よく見たら。僕一時期辻ちゃんとカゴちゃん同じ人だと思ってたんで、ちっちゃい時。だと思ってたんですけど、全然違うじゃんみたいな感じになるので、常識にとらわれずに、いろんなことをね、スーパーヘッド出したい人は試してもらった方がいいですよ。で、まあ、こう、ダーッとこう、ダラダラ説明してきましたけど、どっちがいいのっていう話なんですが、どっちでもいい。本当に。どっちでもいいです。これは結論。まあ、好みなんでね。さっきそのメリットデメリットみたいなこともちょっと、交えつつお話したじゃないですか。だからまあ一長一短あるんですよ。だから、どっちでもいい。ただ、その、ハイハイ C とかね。まあ、C6 とか。まあ、まして D6 とかさ。その辺を出していくにあたってはヘッドだとまあ、きついので、スーパーヘッドとかホイッスルっていうのがどうしても、そういう技術が必要にはなってきます。はい。さっき、でね、それでね、さっきのね、ツイッターのところにもね、書いてあったんですけど、ツイッターのところにも書いてあったんですけど、はい、急に片言で書いてあったんですけど、それ以上どうやってあげるんだろうなっていう、音の印象のする音って、もうやっぱそれ以上出ないわけなんですよね。なんか、うわーとかやってさ、ちょっと辛そうじゃないですか。まだまだ余裕あるねっていう感じの印象の音が出せてない、発せできてないと、本当にそれ以上はいけない
し、無理そうだなっていう印象の発生をどんなに頑張ったって、もうそれ以上出ないから、潔く諦めて、他のことをやらないといけないんですよ。その行き詰まり感のある発生になってる時点で、そこに問題があるんじゃなくて、そこまでの過程のどっかしらで生まれた亀裂がどんどんでかくなってるだけだから、そこまでに行かない、そこまで戻って改善していかないといけないんですよね、こっから先は。これは多分ね、ミックスとかもそうだと思うんだけど、全部の発生に言えることだと思うんですけど、そこで何とかしようとするんじゃなくて、戻る勇気ね。それがやっぱ大事なんですよね。だから、冒頭でさっきさ、SHV ダンって出してるじゃないですか、ホイッスルとか。あれだけ真似しても、99% できないです。ほんとまあ 1% の人はもしかしたらできちゃうかもしれないので、一応 99% と申し上げておきますけども、なかなか難しいと思うので、低い裏声とかから、もう地声入ってない状態っていうのを、だんだんこう、高いところに持ち上げていくっていう、地道な心構えで練習をしてほしいんですよね。で、それが一番早いんで。というわけでですね、今回はまあヘッドとかスーパーヘッドに関するお話をね、久々にさせていただいたんですけれども、どうでした？なんか、あ、ヘッドとスーパーヘッドって聞き分けてみるとちょっと違うんだなってお分かりいただけたかなと思うんですけど、まあやっぱりこう全然違う実は発声になっているので、もうヘッドをね、めちゃくちゃがむしゃらに頑張るっていうよりは、またこう、ね、新しいものを積み上げていくつもりで、今までね、その間違った認識でいてしまった人っていうのは練習をしてみるといいんじゃないかなっていう動画でした。ぜひね、今回の動画参考になった方、高評価、あとチャンネル登録まだお済みでない方、していただけると嬉しいです。あと、ツイッターもね、やってますんで、フォローぜひよろしくお願いします。あとまあ、一人じゃわかんねえよっていう人がね、レッスン遊び来てくれると僕は嬉しいです。という感じで、また次回お会いいたしましょう。デスノリさんもほんでした。バイバイ。